1927年、アイナー・アーロン・スワンはアメリカ合衆国のミュージシャン、アレンジャー、作曲家、作詞家。本名はアイナル・ウィリアム・スワン。世紀の変わり目に、米国に移住したフィンランド人の両親の9人の子供の2番目だった。マサチューセッツ州生まれ、彼の父は熱心なアマチュアのミュージシャンだった。スワンは、バイオリン、クラリネット、サックスとピアノを習得。 16歳で彼は、すでに彼自身のダンスバンド、スワニー・セレネーダースを持ち、3年間マサチューセッツ州をツアーした。主な楽器はバイオリンだったが、この期間にアルトサックスに変えた。1924年頃バンドリーダーのサムラニンは、ニューヨークの有名なクラブ、ローズランド・ボールルームの楽団にスワンを加え、コルネット奏者として、一流のレッド・ニコルズ及びチャールストン・チェイサー。 ビッグ・ベルトンとジョー・タートなどと共演させた。スワンはすぐに作曲とオーケストラのための編曲を開始。彼はまた、ローズランド・ボールルームで、フレッチャー・ヘンダーソンのオーケストラを助けた。ラニンのバンドで5ヶ月過ごし、ビンセント・ロペスの1925年のバンドで、イギリスのツアーに行ってきた。その後マイク・モジエロ、ザビエル・クガーと、彼の昔のバンド仲間のジョー・タートとバンドを結成。 その後まもなく、バーハーバー・オーケストラが、スワン作曲の夢の道をリリース。ラジオ番組をやり、1930年にミュージシャンとしての活動を停止し、アレンジに集中。エディ・カントール、デイブ・ルビノフ、レイモンド・ペイジなどとコラボした。1939年、彼の夢の途中は、トミー・ドシーとアるル・スティルマン、グレン・ミラーとレッド・ノーボによって録音された。 1940年に、ニューヨーク州、グリーンウッドレークにて、脳出血で死去。37歳という早すぎる死だった。http コロンスラッシュスラッシュ f i n l a n d e r g e n e a l o g e a f i スラッシュ sfhswiki スラッシュビルダースラッシュワン pdf <athletes>。ありがとうございます。